気があるというか。また牛乳でもいい？してないでスタバ行こうよ。おいしいミルク飲みに行きましょう。だけ？ミルクと朝ごはん。だけ？だけ。
美味しい。野菜が全部美味しい。ここってあのそばだけじゃなくってこの野菜が美味しいっていうのを見たかな。なんかまだ美味しいお野菜堪能してなかったなと思って。確かに。ね。まずは白そばかな。そう。綺麗な白だね。うん。美味しい。味比べ。黒も美味しい。どう違うって言われたな。ちょっと私の語彙力では説明できないんだけど、どっちも美味しい。なんかヒントちょうだいよ。より雰囲気があるっていうか。ヒント力分からない。お塩がさ、すごい開けた瞬間、ハーブの香りが。美味しい。でも、水分入れて一気に香りがまた出てくる。なんかさ、そば食べてるのにちょっとパスタ食べてる気分。人生パスタ。ね。でしょ、シンタ絶対好きでしょ。
ママが片付けてくれる？うん、いいよ。片付けて。うん。ちょっと待ってね、今お料理してるから、これ終わったら、コンセント抜くね。うん？おいしそう。おいしそう、野菜？そうですね、やってみよう。雨降って雨降って地固まる。正解。雨降って地固まる。地って面白いね。はい、次、とらぬたぬきの、とらぬたぬきの、とらぬたぬきの、これがね、たぬき、川残業。川残業。惜しかった、あと2枚だったね。ありがとう。これパパのでしょ？うん。みんなみんなぎゅうぎゅう。パパぎゅうぎゅうでもいい？うん。じゃあ最初はぎゅうぎゅうして、ちょっと狭かったら広がろうか。うわー、ここに置くの？そう、ここに置くの。え、座って食べましょう。美味しそうでしょ。なんかお野菜この中に入れて。お野菜いいよ。わ、白菜美味しそう。クタクタな白菜。美味しい。美味しい。よかった。ゆうりがお鍋の野菜食べてる。ね、嬉しい。いこちゃん。やった。ついに野菜食べれるようになった、お鍋の。いっぱい食べてね。ちょっと甘めの味付けにしてるんだよ、だからお鍋。みりん入れて。なるほど。そう。一気乾杯。チュッチュッ。美味しい。喉乾いてた。鍋の季節が来ましたよ。やってまいりましたね。やってまいりましたよ。正直予想以上に長野が寒いから。そうだね。まさかこんなに鍋が食べたくなると思わなかった。どうかな、このスープ美味しいかな。うまい。美味しいね。この鍋美味しい。鍋のあの出汁よくパックで売ってる、買う必要ないね。ないね。うん、美味しいね。鶏がいい出汁出てるんじゃない。ゆうりは長野の食が合うかもしれないね。ね、特にお蕎麦ね。え、毎日食べてない？ざる蕎麦。うん、毎日。何かしら昼か夜かで、うん、食べてるよね。ざる蕎麦好き。うん、美味しいよね。
ですね。中の服が生まれたから。